今年になって平野翔、岸優太、神宮寺優太の3人がグループを脱退し、ジャニーズ事務所を退所しました。それ以降は、長瀬ンと高橋海との2人でグループ活動を継続しています。この衝撃的な発表に、ファンは悲しみや怒りを表明しましたが、一方で金プリの再結成を期待する声もありました。その理由の一つが、 ヒラ翔と高橋海との仲の良さにあると言われています。実は、二人は、キングプリンス時代にも、非常に親密な関係であり、高橋とはヒラ翔に対して嫉妬心を抱いていたことが明らかになっています。そのエピソードが話題になったのは、今年の3月29日放送の、上田と女が吠える夜、でした。この番組では、 スペシャルゲストとして高橋海斗が登場し、女性の本音をテーマに、上田信や女性ゲストたちとトークを行いました。その中で、恋人に異性の推しがいるのは許せるかという話題が出たときに、高橋姉妹とは自分が押される側の立場であることを前置きしつつ、僕は絶対癒すね、と断言しました。そして、恋人の検索履歴に、 男性有名人の名前があることも、絶対嫌すね、と拒否し、されたら僕もやり返すと思います、と言いました。例として、同じメンバーの平野翔が検索されていたら、めっちゃ嫌、と言い、目には目を、歯には歯を、検索には、検索を、の精神で、自分も可愛い女性を検索して仕返しをすると言いました。 上田はどういう意図で平野を調べていたかはわからないとなだめるが、高橋とは、顔すすよ、と断言し、顔でしかない、と繰り返しました。そして恋人に対して、そっか、君は塩顔で、君は塩顔で、この発言には、高橋との平野翔への大嫉妬事件がやばいという感想がネット上で多く見られました。また、 二人の仲の良さや、平野翔の、それを待つだけ、というコメントには、金プリ再結成の可能性を感じるという意見もありました。しかし、これらは、あくまでファンやネットユーザーの推測や願望であり、現時点では、金プリ再結成に関する公式な発表や第三者機関の分析はありません。また、平野翔、岸優太、神宮寺ー太の三人は、 ジャニーズ事務所を対処した後、新たに設立された芸能事務所、t u b i に所属し、個人での活動を展開しています。長瀬連と高橋司会とも、二人でのグループ活動を続けており、今後の動向に注目が集まっています。t u b i 所属を機に、X のアカウントを作成した元キスマイの北山宏光、その更新を楽しみにしているファンも多い中、 ある投稿がファンの涙を誘うことに言い。10月17日。北山は、お決まりのハッシュタグ、とともに X を更新。何をしようが、どこにいようが、志は、変わらんもんよよいものはよいと綴った。この投稿に対しては、うんうんその通りだと思う、本当そうですねなんだろう。北山さんが言うと涙が出ちゃうとファンから、共感のコメントが続出。 さらに、北山の立場をおもんばかる人も、みっくん、今日、この言葉くれたのはレゴサオをみっくんだからだよね。レゴサオしなくても、感の良いみっくんだからわかるよね。ありがとう。北山さんはキスマイを8月いっぱいで脱退し、旧ジャニーズ事務所を退所しました。そして、9月17日には、株式会社トゥービーへの合流を発表しました。 しかし、この遺跡は、旧ジャニーズ事務所が、ゆえ、ジャニー北川氏の性加害問題に追われている最中に行われたため、抜けがけ、嫌気がさす、といった批判的な声も相次いでいました。ただし、キスマイのメンバーは、北山さんが対処を決めたのは22年の秋頃だったことを明かしており、今回の対処は、 ジャニー氏の性加害問題が浮上する前から進んでいたことになります。また、10月15日には、元キングプリンスの騎士太さんがトゥービーに移籍し、平野翔さんと神宮寺優太さんと共に、新グループラムはい、を結成することが明らかにされました。多くのファンが、批判を乗り越え、トゥービーで活躍する姿を心待ちにしています。元キングプリンスの騎士太が、 旧ジャニーズ事務所を対処し、10月15日にエンターテインメント会社、トゥービーへの合流を発表しました。この発表により、TBS プロデューサーが、連会談を公言し、否定的なコメントを X に投稿し、大炎上しています。騎士は、先にトゥービーへ加入していた平野翔ト神宮寺裕太ともに、新グループ、 ナム・ m e アイの結成も発表しました。ファンからは、喜びの声が相次ぎました。一方、長瀬レン高橋海斗のファンである、蓮海田たちの中には、複雑な思いを抱いている人もいるようです。上田氏は15日、自身の X に次のように投稿。人って、道を踏み外すと顔つき変わる。元仲間が困っている時に、 背中から切りつけるまでは、僕は好きじゃないさらに、双方に失礼と反論する読者からのコメントに返信する形で、次のようにも発信。タイミングは他にあっただろうと、僕個人は思いますけどね。他の方法もあった。自由はあるが、配慮のかけらもなかったよね。まあ、それは個人的意見で、彼らの幸せを祈ります。 触れることはないですよ。ファンからはこんな言い方はない。気持ちを踏みにじる発言などと批判が殺到。さらには、事務所にもグループにも連会にも砂かけてヘラヘラ笑いながら活動できるメンタル素晴らしいですねという。対処の3人を中傷するような X の投稿に、いいね、応したことも、批判の対象となり、大炎上となった。こうした事態を受け、 上田氏は16日には、人はそれぞれとしか言いようがない。是非もない。上田氏の X は匿名で、さらに自分の試験であることが明記されているが、TBS プロデューサーのアカウントであることは広く周知されている。キー局のプロデューサーがジャニーズ事務所を辞めたタレントについて、批判的な投稿をしたり、抽象する内容の投稿に、いいね、押す行為は、 ジャニーズを辞めたタレントへの圧力になるのではないかとの指摘もある。TBS に、社員である植田氏が、本来自由であるタレントの事務所遺跡を批判したこと、と、こうした発信によって、ジャニーズを辞めたタレントへの圧力になるのではないか、という点について見解を求めたところ、次のように回答があった。当社では、ソーシャルメディアでの情報発信は、 常に意図しない問題を引き起こすリスクがあるため、全従業員に対して、最新の注意を払うよう注意喚起している。10月15日、滝沢秀明が代表を務める、t o b e の YouTube チャンネルが生配信を行い、平野翔と神宮寺ゆ太とともに、新グループナムアイを結成することが発表されました。ファンの中には、 キンプリとして一緒に活動していた仲間の再集結を喜ぶ人も多いですが、ジャニーズ時代のファンからは、複雑な声も寄せられています。応援できない、という声もありますが、ジャニーズは10月17日、創業者、ジャニー北川氏による性加害問題を受けて、社名を、スマイル UP に変更しました。